クエアエニックス。どうだ、降下前に調査した結果と何か違う結果が出たか。いえ、相変わらずいかなる波長にも反応を示しません。フィールド自体はマグネティックエナジーフィールドに似ていますが、詳細は不明です。うん、ということはセンサーから発した波を吸収しているのか。そうだな、フィールドから放出している電磁波をスペクトル分析にかけてみろ。クロード、お前もすでに少尉だ。もし戦闘になったらこれでみんなを守ってやれ。
どうした？緊張しているのか？いえ、そういうわけでは。クロード、これ式のことで怯えているのか？少尉ともあろう者がそんなことでどうする？いえ。そのフェイズガンは戦闘の時必殺技ボタンで使うことができる。もし戦闘になった時はためらわず使うのだぞ。提督、ダメです。データベースの中のどれとも類似しません。そうか。よし、もう少し接近することにするぞ。誰が何のためにこんなものを。一体何があるというのだ。とりあえずこのドーム入り口を調べてみましょう。そうだな、全員で周辺の調査を行うことにするか。身の安全が最重要事項だ。気をつけて作業に取り掛かる。父さん、提督。どうしたクロード。なんだこんなところに。多分制御装置の一種だと思われます。このドームの入り口を開くパネルになっている可能性があるかもしれません。うん、さすがだなクロード。どうだ、このパネルの解析は可能か。少し時間をいただければなんとか。よし、開きました。内部の様子は。入り口にセンサーらしきものはなさそうですね。あとは内部に入るしかないようです。よし、内部の探索を開始する。何が起こるかわからないから各自注意を怠るな。いい気になって近寄るなクロード。あの装置の正体を確認してからだ。大丈夫です、心配はいりませんよ。まだあの装置が何なのかすら分かってません。むやみに近寄らないでください。クロード、戻ってこい。その装置にむやみに近づくな。クロード、そんなに怖がっていたら何もできないじゃないか。やっぱり危険なものは何もなさそうですけど。
座標2143 6 8 9 7 7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  8 9 7
私のせいだ。僕は、そうだ、ミロキニアの探査を。そして光に包まれて。どこだここは。父さん、みんな、そうだ、通信機。ダメだ、反応がない。どこかに飛ばされたのか。クソ、ここでじっとしていても仕方がない。とにかくここがどこか確認しなきゃ。この雰囲気からして未開惑星なのかもしれないな。一体ここはどこなんだ。人だ。あ、危ない、後ろ。助けなきゃ。なんとかなるさ。いやいや、いや、はっ。いやいや、行け。僕らの勝ちだな。お、はあ、なんとか間に合ったな。あ、とっさにフェイズガンを。しまった、軽率だったか。未開惑星保護条約に引っかかるかもしれない。でもああしなかったらこの人は救えなかった。仕方ないよな。あの、私大丈夫だったかい。危ないところだったね。ところでちょっと聞きたいんだけど、ちょっと待って、行っちゃった。よかった、待っていてくれたんだね。すみません、逃げたりして。いや、その、あの、私突然のことだったからちょっとびっくりしちゃって。怖かったかな。はい、少し。でも本当にすみませんでした、助けていただいたのに。いいんだよ別に、
それにこうして待っててくれたじゃない。あ、申し遅れました。私はレナ、レナ・ランフォードと言います。あ、僕はクロード、クロード・シー・ケニーです。よろしく。よろしくお願いします。ところでクロードさん、さっき何か言いかけてましたけど。ああそうそう、大したことじゃないんだけどさ、ここってどこなのかな。旅の方なんですか？え、うん、まあそんな感じかな。どこからいらっしゃったんです？地球からなんだ。地球？どこですかそこ。わからないよな普通。そうだね、うん、なんて言ったらいいのかな。そう、遠い場所だよ。ここからは多分ものすごく遠いところですか。私はこの大陸から離れたことがないんですよ。すごいですね。エル大陸のさらに向こうなんですか？まあね、そうなるかな。大変な旅ですね。クロードさん、この橋の向こうがアーリアです。へえ、あそこが君の住んでいる村か。でもいいのかい？いきなりお邪魔しちゃって。構いませんよ、助けていただいたお礼もしたいですし。そんな別にいいよ、大したことはしてないんだから。とにかく気にしないでくださいね。大したおもてなしはできませんけど。ようこそアーリアへ。こんな綺麗な空気を吸うのは久しぶりだな。空気に綺麗も汚いもあるんですか？うん、僕のいたところは汚かった。そうなんですか、大変なんですね。まあね、でも本当に気持ちいい。なくなりませんから心置きなく吸ってください。クロードさん、私一旦家に帰ってきます。すみませんけど少しの間散歩でもしていてもらえますか？うん、わかった。すぐ戻ってきますから。